こんにちは、金黒です。ソニーのノイズキャンセリング付き完全ワイヤレスイヤホン WF-1000XM3 を1週間使ってみて気に入ってるポイントをまとめます。金黒レビューチャンネル。少し前の動画でソニーのノイズキャンセリング付き完全ワイヤレスイヤホン WF-1000XM3 のちょっと気になるポイントを15個ご紹介したんですが、今回は気に入ってるポイント、こちらは数えてみたら20個ありましたので、気になるポイントよりも多いこの気に入ってるポイント、私が現在一番お気に入りの WF-1000XM3 の魅力についてご紹介していこうと思います。金黒レビューチャンネル。まず一つ目は WF-1000XM3 はカラーバリエーションが選べるところです。私はブラックを購入したんですけど、他にもプラチナシルバーが選べます。 AirPods は白だけしかなくて、 PowerBeats Pro は4色展開あるんですが、現在売られているのはブラックだけです。近々他の色も出る予定なんですけど、 WF-1000XM3 のブラックとプラチナシルバーの2色展開あればほとんどのユーザーに対応できるんじゃないかなと思います。2つ目はデザインや質感がいいところです。このブラックのモデルのこの配色度合いもすごく綺麗なんですが、もう一つのプラチナシルバーも配色度合いが良く、かつこれ実際ケース自体も触った時の質感、これ何とも言えないような安っぽさっていうのが全くなく、イヤホン本体自体もすごく見た目としても高級感のあるイヤホンになっています。3つ目としては、イヤホンを使った後このケースにさっとしまえるところがすごく便利です。これ入っていくときに AirPods と同じようにマグネットで吸い込まれる感じで入っていくんですけど、 AirPods よりさらに改善されているところとしては、このイヤホンのこの部分に右は赤色の色が塗ってあって、右はちゃんと右にこの赤色を見てさっとマグネットに吸い込まれて入っていくっていう感じで、さっとしまえるっていうところは使っててかなり便利なところです。4つ目は片耳だけの運用ができるところです。バッテリーの残容量が少ないときに片耳だけ使って音楽を楽しんで、その間にもう片方はケースに入れてもう片方を充電して使うっていう使い方で、本体で6時間再生できるんですけど、ケースに入れて充電すると10分でまた90分再生できるようになります。5つ目は家でゴロゴロしながら使うときに最適なイヤホンです。これ耳に装着して家でゴロゴロしながら、例えば横に寝そべったり寝返り打ったりしたときに AirPods に比べて落ちるっていうことがなかったり、また PowerBeats Pro で家でゴロゴロしてたら横向いた時にこの耳のあたりが痛かったりするんですけど、 WF-1000XM3 は横になっても全然その辺の痛さっていうのがなく、使いながらゴロゴロしてても全く問題ないところが気に入っています。リラックスしながら家でゴロゴロしながら使うイヤホンとしては最適なイヤホンだと思います。6つ目としては音声コントロールに Google アシスタントが使えるところで、7つ目は Apple 製品と組み合わせるときは音声アシスタントに Siri が使えるところです。 Android 端末だと Google アシスタントを使って、 Apple 製品だと Siri を使って使うっていう使い方なんですけど、デフォルトの設定では右側のこのタッチ操作の部分を長押しすると音声コントロールすることができるようになります。WF-1000XM3 はイヤホンにボリューム調整するところが設定できないんですけど、音声アシスタントを使って長押ししてボリュームを上げてとか音量下げてみたいな、そういう音声アシスタントでボリュームの調整することはできます。また意外にこの音声アシスタントを使ってちょっと調べ物するときっていうのもあります。8つ目としては WF-1000XM3 になって
左右別々に Bluetooth 接続するっていう方法に変わったのが途切れにくくなって良くなったポイントです。以前のソニー製品は左耳に Bluetooth 接続させて左から右に飛ばしてたんですけど、 WF-1000XM3 は左右別々に Bluetooth 接続するようになってかなり途切れにくくなっています。大きな駅の人混みの中だとプツンと切れる時ありますけど、ほとんど日常の生活の中で Bluetooth 接続切れることはなくなりました。9つ目としてはほとんど遅延が気にならないところです。正直 AirPods の方が遅延が少ないと思うんですけど、 WF-1000XM3 でも YouTube の動画や映画を楽しむレベルだと全く問題がありません。ゲームなどでかなりシビアな遅延を要求する場合は AirPods の方が向いてると思うんですけど、普段使いで WF-1000XM3 で遅延で気持ち悪いなっていうことは全くありません。10個目としては優れたノイズキャンセリング機能を使って音楽の音を楽しむことができるところです。かなり集中して音楽を楽しむことができるので、今まで聞こえてこなかったような音の分離感や気がつきにくい音を確認することができて、音楽がすごく楽しめるようになっているイヤホンだと思います。11個目としてはノイズキャンセリング機能だけを使って音楽はかけずに周りの外音をノイズキャンセリング機能で消して仕事や勉強や考え事に集中して使うっていう使い方でこの WF-1000XM3 を使う時があります。特に考え事に集中したい時は音楽を切ってノイズキャンセリング機能だけを使って考え事をしています。12個目としては周りの音をすぐ聞きたい時にイヤホンを外さずにクイックアテンションモードで周りの音を聞くことができるところです。他の完全ワイヤレスイヤホンで周りの音をすぐ聞きたいときはやはりこのボリュームボタンで操作するのがめんどくさいので、一旦イヤホンをさっと外して周りの音を聞くっていうことが一般的な使い方だと思いますけど、 WF-1000XM3 では左側の操作部分を長押しすると音楽が停止して周りの外音を聞くことができるようになります。この使い方が何気に便利で、イヤホンを外さずに周りの音が聞きたいときは周りの音を聞くことができるのはこの WF-1000XM3 のイヤホンを外さずに外音を取り込めて使える便利さです。13個目としては専用アプリの中で周りの外音の取り込み度合いの度合いを変えることができるんですけど、中でもボイスフォーカスっていう設定があって、そこをオンにすると周りの声を中心に取り込んでくれるっていう設定があります。例えば電車に乗っててアナウンスは聞き逃したくないときはこのボイスフォーカスをオンにします。仕事をしながら音楽を聴いてるときも周りの人から声かけられたのがわからないようでは困るので、このボイスフォーカスをオンにしておくと同僚から声をかけられた時も分かりやすくはなります。14個目としては私にとってすごくつけ心地がいいので、長時間つけっぱなしに使ってても全く苦にならないところで、仕事や勉強また軽作業をするときにずっと音楽を楽しみながらイヤホンつけっぱなしになってても苦にならなくて、その時の状況に合わせてノイズキャンセリングを思いっきり聞かしたり、外音の音をちょっと取り込んだり、声を中心に外音を取り込んだりと、いろんなシーンでつけっぱなしで使うことができるのがすごく便利です。金黒レビューチャンネル。ここまで WF-1000XM3 の14個の気に入ってるポイントをご紹介しましたが、残り6つの15個目からは音に関する私の気に入ってるポイントで、まず15個目としては DSEEHX という独自の機能で音質がかなりグレードアップされるところです。 DSEEHX とは MP3 の圧縮音源をイヤホン側でハイレゾ相当の高音質にアップスケーリングしてくれる機能です。これによってハイレゾ相当のいい音を楽しむことができます。
16個目としては専用アプリのイコライザーがかなり優秀で、音楽のジャンルやその時の気分に合わせてこのイコライザーの設定を変えてあげることで音楽をより楽しむことができます。元気のいい音楽には元気のいい設定で、リラックスしたい時はリラックスのモードで設定をすると音楽をより楽しむことができます。 AirPods や PowerBeats でも iPhone 側でイコライザーすることができるんですけど、ソニーの WF-1000XM3 のこのアプリのイコライザーの方がよりそのイコライザーの変化を楽しむことができます。17個目は音のバランスがいいところです。モニターヘッドホンのような癖のない音で、全体の分離感や音圧や空気感がちゃんと出てて、バランスもいいので音としてもいいイヤホンだと思います。18個目は音楽だとボーカルの音が聞きやすく、動画や映画だと喋ってる人の声が聞き取りやすい音になってると思います。19個目としては電話をかけてる時の音がいいところで、マイクの性能がいいのでこちらの音もクリアに聞こえてるみたいですし、相手方の電話の音もかなり生々しい音で聞こえます。特に女性と電話してると生々しいなと思う時があります。最後20個目としては癖のないクリアな音なので、長時間音楽を聴いてても疲れないところが気に入っているところです。金黒レビューチャンネル、今回この動画で WF-1000XM3 の私が気に入っているポイント20個をご紹介しましたが、今年いろんなガジェットを買った中でこの WF-1000XM3 が一番気に入ったガジェットになりました。ただ人それぞれ感じるところは違うと思いますので、もう一つ別の動画でこの WF-1000XM3 の気になるポイントも動画でまとめています。今回の動画ともう一つの気になるポイントの動画両方見ていただいて、 WF-1000XM3 の購入の参考にしていただければと思います。今回はソニーの WF-1000XM3 の私が気に入っているポイントを20個ご紹介しました。 WF-1000XM3 とよく比較検討されるPowerBeats Proについてももうすぐ使い始めて1週間経つので、PowerBeats Proについても1週間使用レビューを上げたいと思っています。 WF-1000XM3 か PowerBeats Pro どちらかで迷われている方の参考になればと思いますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。